長さが190メーターありまして、幅が30メーターです。室蘭で去年10月から稼働を始めた新たな工場。海上土木大手の御用建設の工場ですが、ある特徴が。ここの電力はですね、この屋根の上に太陽光パネル全面に張ってますので、その電力でもって賄っています。ソーラーパネルを屋根一面に敷き詰め、工場の稼働に十分な電力を出力。他にも水素発電を活用するなど、敷地内すべての電力を再生可能エネルギーで賄います。そんな再エネ 100% の工場で、今後主力製品となりそうなのが、洋上風力のですね、これからかなり案件が増えてくるというふうに期待してますので、風車のパーツ作りなど洋上風力発電の関連事業で、御用建設は将来的には数百億円規模の売り上げを見込んでいるといいます。脱炭素へ向けた切り札と言われている洋上風力発電。道内ではまだ沖に建設されているものはなく、普及が進んでいません。その理由は日本の海底地形にあります。これまでは基礎の部分を海底に固定する着床式が主流でした。ところが日本周辺の海域は水深が深く、コストが莫大にかかり、設置に向いていません。そこで今注目なのが浮体式という技術です。基礎を鎖で海底につなぎ、水中に浮かせるため、深い海域でも設置しやすいのが特徴で、日本企業が世界をリードすべく技術を競い合っています。2年前にイギリス・スコットランドで開かれた環境に関する国際会議 COP26。日本企業が浮体式の技術を世界にアピールしました。化石燃料に代わる電力というのはここしかない。洋上風力しかない。浮体式洋上風力は日本がリードできる唯一の技術だと思っています。室蘭では今、町を挙げて洋上風力の開発拠点化を目指しています。来年からは市と大成建設がタッグを組み、浮体式の基礎の製造を始めます。我々が今から先見的に目をつけて、できれば室蘭でそういう浮体式の製造品のサプライチェーンを広げていきたいと。室蘭、工場が多くあることから古くから港がしっかりと整備されてきました。これもまたですね、洋上風力の開発拠点になりうるポイントの一つだということなんです。石炭、石油とエネルギー政策の変化とともに発展してきた室蘭。石炭の積み出し船やタンカーの行き来のため、港の地盤は強く、そして水深も深く整備されてきました。そのため、洋上風力の部品の搬入や、組み立てにも耐えられる頑丈な港への改良も、少額の投資で済む利点があります。一方で、風力発電の導入を進めるにはハードルもあります。これですね。これは道北でバードストライクにあって、右の翼の手首から先を切断されちゃってる鳥です。鳥が風車と衝突する事故。バードストライク。釧路市の猛禽類医学研究所では、風車と衝突した希少種オジロワシの手術が行われました。飛べないけれど生きていくためにはちょっとここをもうちょっと切らないといけないという状態です。オジロワシやオオワシといった希少な海ワシは、これまでに80羽近くも風車と衝突し、そのほとんどが死んでいます。温室効果ガスを出さない風力発電、基本的には賛成の立場なんですよ。野生の動物に迷惑をかけたり、特に死亡事故につながったりっていうことは避けなければいけないと思ってますね。環境省が主体となりバードストライクの防止策に乗り出す中、東京のベンチャー企業が実証を進めているのがマグナス式と呼ばれる風車です。従来の風車よりゆっくり回るため、鳥が衝突するリスクが減ると期待されます。猛禽類医学研究所でも今後、野生に帰れないワシを飼育しているケージにこの模型を設置し、ワシがどのような行動をとるのか確かめていく計画です。もう風車はやめてほしいというふうには思いがちの人間ですよ。それでもやっぱり人間は自然エネルギーを活用するべき、野生動物に迷惑をかけない風車というものが将来できる可能性があると私は信じています。野生の命も救いながら脱炭素も目指す、両立してこそ初めて地球環境を守ることにつながっていきます。高速で回転する風車は陸でも海でも鳥との衝突、バードストライクのリスクは変わりません。 VTR でご紹介しましたマグナス式の風車はゆっくり回りますので、鳥が避けることができるのではないかと期待が集まっています。他にも漁業者など地元の理解をどう得るかなど、まだまだ洋上風力発電の普及には課題もあるんですが、どんな影響があるのかしっかり調査をしながら丁寧に進めていってほしいところです。